先に言っておくと、これからする話はあんまり気持ちのいい話じゃない。ヒーローも出てこないし、ラブロマンスもない。友情物語でも、まして感動的な話なんかでもない。本当に、本当にくだらない話だ。だから、せめて笑い飛ばしてほしい。そんな話はありえないって、否定してほしい。あなたは、選ばれました?あの日、神様になった俺の、最低で、最悪で、どこまでも救えない、胸クソの悪い、奇跡の話。なんだよ、神様って。